こんにちは、こんばんは。ベタ足で当たりが熱くなるのは実感します。でも右足かかとが動きたがる。最近は言うことを聞かなくなってきた、っていうコメント届いてました。で、おなじみ WGS06 です。お世話になっております。えぐっ、えぐっ。こんにちは、こんばんは。今夜の動画は、トシプロ、そして私奥田のクライアントであるシングル松さん、そして多分一つ橋の打席から奥田かなぐらいの、練習風景をお届けするのとともに、ベタ足の恩恵とかいうものについてね、少しトークしてみようかなと思っておりますので、いいね、高評価を押していただいた後に最後までショット楽しんでください。3点ですか。はいはい、トシプロがドライバーで、はい、松さんは3手で、多分2人今日はどうなんやろな、一緒のアクション違うアクションを意識しているのか分かんないですけど、松さんは多分おそらく前倒しかな、はいはい、トシプロは、うん、よう分からんアクション、あの前の引き続き、はい、ドライバーは、はい、神スイングやね、はい、えぐっそう、ベタ足で当たりが熱くなるのは実感します。まあそりゃそうっすね。ただやね、でも右足かかとが動きたがる。これはもうトシプロに聞いてみたいな。最近は言うこと聞かなくなってきた。言うこと、なるほど、意識しすぎた。言うこと聞かなくなってきた、はい、動きたがんねんて。で、多分言うこと聞かんってことは動いてるってことやね。それはなるほど、はい、でもこれ簡単やね、答えね、はい、衛生ベタ足やからやね。そう、抑え込もう、抑え込もうと、無理くりかかとを浮かさないようにベタ足にしようとしてるだけやから、言うこと聞かへんとか、そんな現象に、はい、関節の仕組みとしてやってるわけでもなく、右サイドの仕事をしてるわけでもないから。だって右サイドの仕事をしたら人間の体の構造としてベタ足になるしかないわけや、はい、なのにそうじゃないってことはやっぱりエセってことやから、そこはね、右サイドの仕事の知識を入れていただいて、徹底していただいたらいいんじゃないかなって思います、はい。松さん、はい、3ですで、はい、前、右サイドの仕事ですね、まあ、そのうちの1個前倒しを意識しまくってるわけですけど、3ですで、えぐっ、え、怖っ、うん、え、怖っ、え、怖っ、いい感じ、いい感じですか、どうぞ。ということで、いいの見れたと思うんで、これはエグいさ、エグいよ、マジでエグいわ、これはまるで違うんすよな、これ。いや、逆にありがとうございます、これ最高っすわ、ね、すげえな、はい、やばらかー、いけるんすか。いや、全然いけない。スピードがない、見てるのがほぼプロファンだと思う。いやいや、作り込めばいい、あのアクション弾道やらかくない。弾道に勝つかも、弾道はいくわけでよ、はい。おー、いいですね、あーアクションとしてアクションとしてやらかくやってるの、こういうところで弾道はゴリゴリ、よし、ブシャーって飛びてる、カリコンって言うの。いいな、柔らかくとこういうことです。ああ、こうですね。確かに。今奥田は SS ですか。ああ。SS 受けるんですか。SS。あ、
回、もう一回聞こえて。しんどい。今日のお客さんはちょっと、コンディションが。うわぁ、今見つけるな。あ、じゃあ、動画どうか。なるほど。はい、まあ確かに今のトシさんにはぴったりな。あ、そうそう。うわ、うわ、今のよ。お、トン。あ、いいお、トン。ちょっと穴飛びましたね。ナマッキュー。ナマッキュー。今のピーじゃない。お手本になればあんだけ飛ぶ。ですよ。なんか綺麗やった。おお、後ろ。ああ、ビリ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 。フェアウェイが止まる。フェアウェイ止まんな。あれだ。アイアン打ってもいいですか。はい。下半身やってね。あれはいいですね。はい、生でやるんですか。はい、あ、まあ、ちょっとやってみる。どうやる。ドライバーはできないでしょうか。さすがにタイマーだ早い。はい、ちょっとやってますね。見えます。はい。ああ。いや、あれマジでできない。めっちゃヘッド走る。うわ、ゴキブリおる。え？あ、ゴキ。いた。うん。何番？おお、めっちゃいいじゃん。そう。なるほどね。さあ。とんでもないものを見てしまった。それしかニコイル前ってまだちげえんですよ、マジで。今の山の時点で答えてくれたら。怖え。さすがにちょっと答えない。もう、ああ、やっちまった。いや、もうマジで、そんなもんじゃない。そうだね。マジで。見えなかった。忘れられた、あの残像が。おお、すげえすげえ。マジで笑ってる。いくすぎる。いや、さすがに無理だ。箸ちぎれる。いや、マジでさすがに使い方ちゃんとしてないと。こんなこと終わりになると思う。うわ、マジで残像がある。この、こう見た瞬間の残像が忘れられないです。とんでもないものが見れてしまった。ずっと答えてるね。最後ですよ。スイッチ入った。まあ、すごいね。すごいね。なあ。え、なあですか。もう、ゆるいですね。なあ、はい、違う違う。めっちゃヘッド走ってたんですよ。あ、いい感じっすね。よし。なんですぐにこびなくていいのよ、マジで。ブーってなってますよ。わくし、信じられない、マジで。セグすぎる。危ない。あの、買ってる人、あれ真似したんです。ああ、そうか。あの、ブログで見せたあのドリルで、ちょっとフルショットしてました。
ドライバーでやってる。意識して意識はできるからな、別に。何度は2、3だと。ちょっと待ってよ。指いけた。ということで、マスターが前倒しを意識して、トシプロが、途中までが、紙スイング、ドリルかな、はいはいはい、まあ、サムネイルで出てきます。で、最後の方でトシプロと僕が、下半身のね、あのドリルを、はい、やりながら打ってみました。ちょっとモザイクですけど、はい、まあ、それはね、知識入れていただいてる方だけは、あれやってるんやと分かっていただければ。ダブルディレクトのチャンネル登録者数を100万人出して頑張っております。お力添えよろしくお願いします。またあと何やったっけ、いいね、高評価、いいね、高評価、忘れず押していただいて、コメントもまたたくさんお待ちしております。過去アンチコメントのため口以外先行ブロックします。今夜の動画も最後までお付き合いいただきありがとうございました。感謝しています。それでは失礼いたします。